札幌清田区のバス停です。まだ日が昇ったばかりですが、通勤通学する人がすでに並んでいます。あさって12月1日から北海道中央バスは143便を減便。市民の足が減るのは利用者にとって大きな痛手です。いや、困りますよね、やっぱりね。もう我慢ですね、とりあえずは。ちょっとこれ以上減るとちょっと大変かなと。まあ、直行便もなくなっちゃったんで。札幌県では今年度4月、6月、10月と路線バスの大幅な減便が相次ぎ、これが4回目。あさってからは大手3社が合わせて329便を減便します。またあさってからは27年ぶりに運賃を30円値上げすることも決まっています。札幌市内の路線バスの数は2013年度には1万便を超えていましたが、昨年度は7653便。この10年ほどで3000便余りが減っています。なぜ減便ドミノは止まらないのでしょうか。それはやはり運転手不足があると考えています。北海道バス協会によりますと、道内のバスの運転手は1993年のおよそ8000人をピークに減り続け、去年はおよそ5400人と3割以上減っています。背景には何があるのでしょうか。やはり、まあ、賃金面ですとか、まあ、土日も含めた出勤があるとかの、まあ、労働環境面というのはあるかなというふうに考えております。道内のバス運転手の去年の平均年収はおよそ340万円でした。すべての産業の全国平均よりも160万円ほど低い水準で、これが運転手離れにつながっています。あさってから運賃を上げることで、バス会社は運転手の年収アップを目指しますが、すぐに賃金アップにつながる会社もあるかもしれませんし、まあ、そうじゃないかもしれないので、人口減少や燃料費の高騰、バス会社の経営は厳しく、最大手の北海道中央バスでさえ今年4月から9月までの連結決算が4億3300万円の赤字です。札幌市に支援策はあるのでしょうか。市はこれまで最大で年間26億円の補助金を出していましたが、関係者は26億円はコロナ禍の追加支援金が含まれている、今は足りないと指摘。さらなる支援を求める声に秋元市長は、住民の皆さんの足を確保していく、そのことに、まあ、これまで以上にですね、力を入れていかなきゃいけないのかなというふうに思っております。秋元市長の言葉通り、市は来年度からバス会社への補助制度を見直します。一部の場合を除き、バスを運行する経費から運賃収入を引いた額を交付し、事実上赤字分を全額補助する方針です。専門家は、単独の会社でやれることっていうのはかなりやり尽くしている、全額補助をする、これは間違っていない判断だというふうに思ってますし、まだそれがやれてない県庁所在地クラスの自治体もまだまだあると。